今回紹介するのはこれからヤバい世界経済2016年を読み解く5つのポイントという本です金融緩和の魔力から抜け出せない世界3つのバブルが崩壊した中国大難民が押し寄せるユーロ圏集会遅れでグローバリズムに門戸を開く日本2016年は 大変動の年となるる対談である2人はデビューから7から8年経った。内容は多岐にわたっている2015年11月のパリ同時多発テロは人権・人道主義・多文化共生等の EU の理念つまりグローバリズムを左蹴させるものであった。それは 皮肉なことに国家というものを見直しさせようとしているそれ以前にも難民の流入増大はドイツを除き各国とも受け入れ難い状況となっていたこれらの状況は利益の最大化を目的とする金融資本のグローバリズムの思想とシステムが行き着くところまで行き着いたと言ってもよい他方 中国経済は実際は死にたいであっても木に縛り付けても生かしておくのが世界経済にとってプラスなのである倒れられたのでは困るので倒れないように置いておく状況である共産党幹部は歴史の教えるところによれば腐って倒れる前に一斉に逃げ出すだろう中国は 一部の支配層によって大多数の中国人が支配される一種の植民地である島国では本当に戦い合うと自滅するなので悪いことはできない逃げられないのであるだが逃げられる人たちは何でもする以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。